最近は無事かな。 我の生み出した兵が消えただと？ さては再起を壊されたか。 守備配置につけ。
今さらあがこうとも無駄よ。行け、蒼天の獣を打ち果たすのだ。くっ、いつまで持ちこたえられるか。連合が来てくれれば活路も開けようが。取るのだ。
働き覚えておく。 Oh!
皆の規範となるよう、これからも精進せよ。敵将、討ち取ったり。お見事、見せつけてくれますな。手薄なるのみ。助けてくれ。貴殿のおかげで窮地を脱することができた。救援感謝する。乱の迅速な平定のため貴殿らに協力しよう。この勝利皆のおかげだな。
毎度どうも。
け。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。目標は定まった。援軍進め。敵の足場を崩し、戦意を損。敵が沈まっただと。それでは北の守りが薄くなろう。撃ち取ったり。おお、兄者、やりましたな。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。敵の痛いところをついておく。狙うはあの地だ。行くぞ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。目標は定まった。援軍進め。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。我が大使、果たしてみせる。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。天意に従い背水の陣を敷く。この試練、皆で乗り越えようぞ。やっ、は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 っ、
の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。引かねえ。この地の攻防は戦局を左右し、私たちで守るぞ。失うのに。目標は定まった。全軍進め。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。天気が破壊されるとは。これでは全力を出せん。力が失われてゆく。またも再起を壊されたか。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。引かぬ。再起が全て破壊されるとは。我が力の源が。敵の要所を叩く。前進なるのみ。目標は定まった。全軍進め。の獣め、どうしが苦しむよ。天はお許しにならぬぞ。敵将討ち取ったり。おお、兄者、やりましたな。黄金刀を率いる張角は倒した。ふっ、官室に逆らおうなどとするからだ。なんだ、ここは官軍の陣だ。義勇軍のお前たちが入ってよいところではないぞ。報告に参りました。天皇将軍張角を討ち果たし、黄金軍をこの地より退けました。何をバカなことを。お前たちのような義勇軍に黄金の親玉が討ち取れるはずなど。偽りではござらん。我ら龍玄徳の軍が張角を討ち果たし申した。嘘だって言うなら前線の奴らに聞いてみるんだな。龍玄徳の軍だと聞いたことのない名だな。お前たちの功については確認し追って沙汰する。それまでは中山国暗記権の意図して任につけ。龍玄徳と言ったが、貴様恐れ多くも帝の血縁を名乗っているそうだな。どこぞの馬の骨とも知れぬ輩が不敬甚だしい。黄金討伐の功もでっち上げであろう。てめえ、よせよくとく。管理殿、
貴殿の言はあまりに道理に合わぬ。率直に申され何が望むか。貴様は多少は世の仕組みを心得ているようだな。即労へのねぎらい、父兄への贖罪、先ほどの非礼への詫び、それらに対して誠意を見せろということだ。賄賂をよこせと。役人たる私たちにもたらされる益は全て民が困窮の中から納めてくれた税による。我が身かわいさにその血税を差し出すことなどできぬ。我らは民が安寧になると信じ古今を鎮圧した。ところが世は何も変わってはおらぬ。苦しめる者が役人に変わっただけだ。ならば再び立てばよいではありませんか。兄者の志尽きたわけではありますまい。古今で足りねえなら今度は役人どもをぶっ飛ばしゃいいんだ。俺らはどこへでもついていくぜ。ありがとう二人とも。我らの志なるまで三人で戦い続けよう。官軍や義勇軍の活躍により太平道の教祖張覚は倒れた。ここに黄巾の乱は一応の収束を見る。だが世の乱れが収まることはなかった。都の洛陽では十条寺ら宦官と帝の外戚の一派が対立。外戚に味方した袁紹らが宮中に乗り込み十条寺を撃った。この騒動に乗じて上洛したのが清涼の豪族董卓である。董卓は帝の身柄を奪うと自らは大尉の座につき権力を独占。暴虐の限りを尽くした。諸侯はこの状況に強い危機感を抱いていた。高祖さん殿、ご健勝そうで何よりです。この二人は私の兄弟関張飛と申します。おお、聞いておるぞ。黄巾党を相手に凄まじい戦果を挙げたという豪傑だな。しかしどういう風の吹き回しだ。むしろを打ってつつましく暮らしていたお前がこのような異常夫たちと乱世に立っているとは。そのつつましく暮らしていた村にまで黄巾の脅威が迫ったのです。もはや乱世の片隅で安穏と過ごしてはいられない。そう思っていた時彼らと出会い義勇兵として立ったのです。ほう、それでお前は乱世に立ち何をなそうというのだ。目の前の苦しむ人々を救いたい、それだけのことです。
それだけか。言うはたやすいが、その理想はあまりにも高いものだぞ。お前も知っていよう、今の惨状を。董卓が政治を意のままにし、国は混乱を極めている。はい、公金の騒乱よりもひどい有様です。ただ一人の欲のために民が窮している。このような非道あってはなりませぬ。その一途に何かを考えるところは昔と変わらんな。関羽、張飛と言ったか。こやつは一途すぎて少々危ういところがある。どうかこれから先支えてやってほしい。うっしゃ、兄じゃ。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。
前進あるのみ。そなたは確か劉備殿ですな。黄金、実はちょうどあなたのような影響、誰にでも頼める願いではないので逡巡しておったのですが。おお、ありがたい。あまり大きな声では話せませぬので、もそっと近くへ。わしは今、去るお方を秘密裏に消そうという話を進めております。その実行役を買ってくださったのは、名士曹操殿。しかし、剣を一振り渡し、洛陽へと送り出したはよいのですが、未だ帰ってこぬのです。そなたにお願いしたいのは他でもない。中に行って、様子を見てきてはくれまいか。わしが見に行ってもよいのですが、近頃城中は物騒になっておりましてな。董卓様のご機嫌いかんでは、何の罪がなくとも簡単に首をはねられてしまう。あのような場所、
危険を承知でお願いしたい。洛陽の城中で曹操殿を探し、どうか一つ。董卓のいる宮城は長領が守っております。うちを探る際は十分お気をつけくだされ。よし、怪しい者はおらぬか。はい。はっ、そう伝えます。さて、実は昔。なんだよ。実は昔、けどうも。それはありが。近く。
餌がなかなか取れなく。おお、ありがたい。あ、そうだ、よろしく。いらっしゃい。毎度どうも。私の友達、いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いいもの揃ってますよ。
ありがとうございました。俺も東卓に使えるや。へい、いらっしゃい。毎度どうも。へい、いらっしゃい。毎度どうも。トータクってのは相当にこすいやつだね。馬がご入り用で。またお待ちしてます。東卓は天使様をどうするつもりなのやら。馬がご入り用で。またお待ちしてます。
がご入り用で。またお待ちしてます。ありがとうございます。
もの揃う。ありがとうございました。何を召し上がりますか？またのお越しを。毎度どうも。ようこそ。今後ともごひいきに。いいもの、そう。ありがとうございました。おや、あなたは狩りをなさる。実は調子はいかがですか？馬がご入り用で。
Thank you.
ありがとうございます。ここを通すわけにはいかん。命に代えてもな。長領様、球場周辺を怪しい者がうろついております。うん、誰だお前は。なぜこんなところにいる。長領様、球場周辺を怪しい者がうろついております。実は、はあ、
実は、はあ、
お気をつけて。
人たりともここは通さんぞ。この超文猿がお相手しよう。変身あるのみ。敵も相当の手だれ。油断できん。敵も少しはできる。面白くなってきたぜ。変身あるのみ。せなかったか。トータク殿、お許しあれ。敵将討ち取ったり。おお、兄者やりましたな。私は確か劉備であったか。曹操殿、一体このようなところで何を。誰でもよい。早く曹操の首を取ってまいれ。すまぬが、今は事情を説明している暇はない。わしと共に来い。ここまで来ればよいだろう。それでお主は何をしておったのか。私は王院殿に頼まれ、曹操殿を探していたのです。何やら使命を帯びて宮城に向かわれていたとか。王院殿かい。そうか。お主たちにならば話してもよかろう。
わしは董卓を暗殺するため城に入ったのだ。なんと董卓を。やつこそ国を滅ぼす害徳。早々に除かねば黄巾の騒乱以上の混迷を招くであろう。だが寸前のところでしくじってしまった。そして逃げ出したというわけだ。なんという。わしは一度洛陽から離れ再び董卓を倒す算段を練る。リリー、お主も生き延びたくばここを立ち去るがよい。わしの失敗により董卓は今まで以上に警戒心を強めるだろう。黄巾平定で功を挙げたお主が不用心にうろついていては何をされるか分からず。忠告確かに受けたまわりました。紀州にいる袁紹が董卓討伐の軍を挙げるにあたり我らに参加を要請してきた。おお、あの名族袁紹殿がついに動かれたのですね。実際に動かしているのは袁紹の知己曹操だろう。届いた檄文もおそらく奴が書いたものだ。自らに諸侯を動かす力がないと知り袁紹を頼ったが、なかなかしたたかな男よ。曹操殿が。これが洛陽で言っていた董卓を倒す算段。公孫さん殿はどうなさるおつもりか。断る理由はなかろう。どうだ、お前も共に来るか。はい、ぜひ我らも堂々させていただきます。この戦いで欲のままに国を牛耳る董卓を討てば民たちの暮らしも好転しましょう。劉備よ、世の仕組みはそう簡単ではないぞ。混沌が深まった悪因は董卓だが、そもそもの起こりは官室の権威が落ちたからだ。その官室の権威を取り戻さねば世の乱れは真に収まらぬ。それは承知しています。ですがこれはその第一歩となると私は確信しているのです。諸侯が手を取り合い一体となって漢王朝に救う悪を討つ、これこそ国のあるべき姿ではありませんか。そうだな。今はまず目の前の董卓を討つことに集中しよう。劉備、そしてその義兄弟たちよ、黄巾の時以上の奮戦を。よし、よし、
心あるのみ。気分一つでこれほどの諸侯が一堂に会するとは、やはり炎章殿の絵。はっ、それだけ董卓の野郎が嫌われてるってことだぜ。よう売れ牛がこれほど多いとは、とても心強いことだ。来たか劉備よ、お主は必ず参じると思っておったわ。曹操殿、ではあの檄文はやはり。うん、董卓を討つには小細工は通じぬと分かった。ならば正攻法を用いるほかあるまい。これだけの諸侯で囲めば今度こそ奴を仕留められるはず。お主たちの働きも頼みにしておるぞ。はい、必ずや董卓を打ち果たし、世に安寧を取り戻しましょう。一つだけ言っておこう。孤狼間に布陣する呂布には気をつけることだ。奴は乱世に放たれた野獣、鬼神のあだ名は伊達ではないぞ。け、呂布だかなんだか知らねえが、俺らが負けるわけねえじゃねえか。なあ兄ちゃん。うん、だがあの曹操殿が警戒するならば、よほどの手だれなのであろう。心に留めておくべきやもしれんな。そうだな、我らの目的は呂布を倒すことではない。避けられるならば大佐の方が無難かもしれぬ。ではそろそろ行くとしよう。世の安寧のため、民の平穏のため、董卓を討つのだ。連合軍に集った勇士たちよ、洛陽へ攻め上がり董卓を討ち果たすのだ。行くぞ。
あっちにも敵がいるのか。よし、面を拝みに行ってやる。見ておれよ。フォロー感を抜けると思うな。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。よし、直ちに守備配置につけ、なる戦闘に備えるのだ。さあ子供が、俺を楽しませてみろ。行けば落葉は目前なのに、何の敵心呂布が守ってるとは。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。どいてくれ。このフォークは絶対に破らせんぞ。上域からの攻撃で連合軍を一掃する。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。我が大使、果たしてみせる。おお、兄者、やりましたな。よし、直ちに守備配置につけ、なる戦闘に備えるのだ。
まかせ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。五郎冠を死守せん。いざこの張文煙と勝負せよ。我らに退路なし。ここを死地と定めよう。我が大帥、果たして見せる。よし、直ちに守備配置につけ、戦闘に備えるのだ。なんという部下、敵ながら感服するほかない。五郎冠が開いたぞ。どうなってる。くなかなかやるな。貴様の顔覚えておいてやろう。敵将討ち取ったり。この勝利皆のおかげだな。大したもんだぜ兄者。
おほう。ついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。助けてください。村に東卓軍が攻めてきて、無理やり食料を。戦ってくれるのはこのご恩一生忘れません。くれるなんて、引かぬ！なんという心の優しいお方よ。たかが孫楽と思ったが、連合軍がいたか。行くぞ！敵軍を撃退する！なになに？助けてくださるのですか。ありがとうございます。あなた様は命の恩人じゃ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。我が大戦果たしてみせる。なんという強さ。ここは引く。敵将討ち取ったり。大したもんだぜ。何じゃ。助けに来てくれたのか。ありがてえ、ありがてえ。村の全員を救ってくださるなんて、これは村に代々伝わる宝ですだ。
この勝利、皆のおかげだな。大義である。私たちで守るぞ。完全に包囲されたようだ。いつまで連城を続けられるか。何が高等の虎よ。尊賢ともめ、城にこもって吠えもせぬわ。武器が持ち込まれたか。急ぎ破壊せねば城門が壊されよう。さえなけりゃ果たして撤退する。苦しい戦いだったが、おかげで助かった。礼を言うまで。これで洛陽へ攻め入る準備が整った。西回りで進軍し東卓を撃つぞ。敵将撃ち取ったり。この勝利、皆のおかげだな。将来を嘱望される逸材よ。お見事。いやはや、とても真似できませんな。